薙刀を収めよ。カイソン、このお方は平家の金立ちではない。平治の乱に命を落とされた源義朝公の忘れがたみ、シャナ王様に追わされるぞ。何、源氏の御曹司？幼名は牛若、義朝公の第九子にあたられるのでな。つまりは九郎殿というわけだ。平治の戦乱の見切りはまだ生まれたての赤子。よって今日まで、今日は鞍馬寺の別当、東光坊のあじゃりのもとでお育ちになられたのじゃ。どうした武蔵坊？ん？口が聞けぬか？いやまさか源氏の御曹司がこの京に、しかも若年に追わされながら見事なお手並み。鞍馬の天狗に習ったのよ。